ウリアノフスク市電は、ロシア連邦の都市、ウリアノフスク市内に存在する、路面電車。ソビエト連邦時代の1954年に開通し、2021年現在は、トロリーバスと共に、ウリアノフスク市が所有する、単一事業体であるウリアノフスクエレクトロトランスによって運営されている。ウリアノフスク市内に、路面電車を建設する計画は、 ソビエト連邦時代の1948年5月に開催されたウリアノフスク市労働者代理評議会の会議で決定したもので翌1949年から建設が行われ1954年1月5日から営業運転を開始した開業前夜の猛吹雪の影響で初日は一部車両の運行ができない状況に陥ったものの路面電車はすぐに 利便性の高い交通機関として受け入れられ、開業初年度の利用客数は900万人以上を記録した。それを受けて、ウリアノフスク市電の路線網は急速に拡大し、1958年には全長 32km4 系統の路線網が築かれた。以降もウリアノフスクの発展に応じて、路面電車網の拡大は続き、 1970年代から1980年代にかけて延伸が相次いだほか、1967年には新たな車庫も増設された。車両についても開業時のソ連製の電車に代わり1966年以降は、チェコスロバキア製のタトラカーの大量導入が実施された。1980年代の営業キロは 113km。 系統数は10に達した。ソビエト連邦の崩壊以降の経済危機の中でも、ウリアノフスク市電は、延伸が行われ、1995年、2001年、2005年に相次いで、新路線が開通している。車両についても老朽化した車両の更新と、並行してロシア連邦製の電車の導入が続いており、2010年代後半からは、超低床電車の運行が始まっている。 2021年現在のウリアノフスク市電の系統は以下の通り。運賃はトロリーバスと共に1回の乗車につき14ルーブルであるほか、2020年以降は月額1600ルーブルで路面電車やトロリーバスに加えて路線バスも利用可能な交通カード、市民カードが発行されている。ウリアノフスク市電の車庫2021年現在の ウリアノフスク市電に在籍する車両の形式は以下の通り。車両の大半はソ連時代に導入されたチェコスロバキア製のタトラ T3 やタトラ T6 バイト5で占められているが、1990年代以降はロシア連邦の企業が生産した車両が継続的に導入され、前述の通り2010年代後半以降は超低床電車の導入が進められている。 これらの車両は2カ所の車庫に配置されている。ウリアノフスクエレクトロトランスでは、路面電車の安全性、信頼性の向上を目的とした線路や、施設の更新工事を2020年以降実施しており、複数の段階を経て2025年まで継続して行われる予定となっている。ありがとうございます。